行くぞ。私にひどいことするとルフィが黙ってないわよ。それじゃあ麦わらのルフィとまとめて仲良くぶち殺してやるぜ。いやブルトンさえ見つかりゃここに最高の軍事国家を築いてやる。はあ、やっぱり美人は薄命なのかしら。てめえも麦わらの仲間か。俺の名はサンジ、またの名をミスタープリンス。てめえにはこっちの名前の方が通じるか。てめえがクソ生意気なミスタープリンスか。てめえと麦わらはこの手でぶち殺すと決めていた。辛いな。でも俺はてめえのような間抜け野郎の誘いはお断りだな。ワニ野郎を料理するのは骨がクソ折れるぜ。
無駄な攻撃を繰り返すなんざスマートじゃねえな。七部会か、相手にとって不足はねえ。感謝しろよ。てめえのような雑魚海賊団の一員が七部会と戦えることにな。そりゃどうもワニ野郎。せやがって。無駄だ。どんなにあがこうとも剣士じゃ俺に勝てん。くそ。俺にもっと剣の腕がありゃ、こんな野郎に。所詮、お前も口先だけだったな。お前がおとなしく政府に従うような玉じゃねえことぐらい分かってんだ。ひどい言いがかりだな、スモーカー君。何か証拠でもあるのか。さあな、海兵の勘だ。だが俺の勘はよくわかるんだぜ。
正義を語れねえ。ここはそういう海だぜ。何が正義？何が海軍本部？だぜ。お前程度じゃ俺に傷一つつけることはできん。いや、これでゲームも終わりだ。フィナーレと行こうじゃないか。強大な軍事力は我がものだ。